はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ポルシェのね、911、カレラ S、カブリオレですよね。はい、というわけで今日はこちらの方を紹介していこうと。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。こちら、カズさん。はい、ということで、ポルシェのオーナーさんです。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ嬉しいです。もうなんか、僕ずっと、はい、3、4年ぐらい前から、たけさんの動画見てて。マジですか？はい。ありがとうございます。はい、嬉しいです。まあ、今日はそういう感じで、ちょっとこのポルシェのね、オーナーさんということで、詳しくポルシェの方を見てみましょう。ポルシェ911カレラ S カブリオレということで、いやこれ見るからにね、高そうな車ですね。これっておいくら万円だったんですか？まあ、新車だと大体、オプション入れて2000万ぐらいなんですけど。あ、2000万、そんなすんの？新車意外に高いんですよ。あら、まあなんですけど、まあ、中古で買ったんで、はい、距離も4万キロぐらいだったんで、まあ、その半分ぐらい。ああ、その半分ぐらい。それでもゼロがちょっと多そうですね。多かったです。これあれですよね、ケーズジャパンさんでお買い上げということで、一目惚れして、はい、お願いしますということで。これ年式で言うと2013ですか？13ですか、はい。あ、それでも1000万近くするんですね。このモデルが最後 の NA の6気筒になって。あ、NA6 気筒、はい、なんで今もう全部ターボになっちゃいます。そういった意味でこうあんまり人気が高い、はい、高い感じですね。そうですよね。今のはダウンサイジングターボ、そうですね、3リッターターボになっちゃったんですね、はい。でこれは、何リッターでしたっけ？これは 3.8 リッター。これ 3.8。いやー、ガソリンがいっぱい飛んでいきそうな車ですね。ちなみに燃費は？あ、でも、街中だってやっぱ5ぐらいですけど、はい、高速乗ると12、3、意外に。12、3も。あ、すごい。意外と経済的。これはもう LED ライトになるんですか？そうですね。はあ、動いてくれる感じです、ね。あ、これ動くんですか？これ、はい、グリグリ。コーナリング、ハンドルを切ると動いてくれる感じ。あ、こうギョロギョロっと、はい。そういや、これ911って今年モデルチェンジというか、そうですね、なんか変わりましたよね。新しい992というのが出ました。ああ、992なんですね。はい。ディティールが多少変わってるんでしょうね。そうですね。顔するとちょっと幅が大きくなったりとかあるんですけど、はいはい、基本的にまあ古く見えないのがこれいいなと思ってます、ね。そうですね。ポルシェはね、歴代基本構造というか基本デザイン変わらないんでね、いいと思いますね。これ20インチ、はい、これタイヤとかすごい扁平ですよね。245の35 ZR20、はい、高そうなタイヤだな。これいちいちエンブレムがね、いちいち綺麗ですよね。あ、すごいな、やっぱこの S っていうのはまた違うんですか？カレラとカレラ S って。排気量が違いまして、はい、普通のカレラは 3.4 なんですよ。はいはいはい。カレラ S は 3.8 リッター。はい。おお、な、まあこれにじゃあまた別でターボとかつくモデルが。そうですね、カレラ S、はい、その前に GTS とかで、まあ、GT3 とかいろいろ 4S とか、はいはい、分かんなくなっちゃう。でも全然綺麗ですね。どこもぶつけてないというか。なんかすごいこのやっぱフェンダーが出てるんでね、どうしてもこの辺こう擦っちゃいそうですけどね。そうですね、ありそうですね。あ、そうそう、これね、泥跳ねのねシールがね、これ高いらしいですね。あ、これ高いんですか？なんか何万もするらしいです。こんなただのこんなシールが。そうです、そうなんです。まあでも実際これがここに小石がね当たるってことでしょうね。まあこれカブリオレということで、ちょっとこれ畳んでもらっていいですか？はい。おお、すごい。結構コンパクトに収まるんですね。そうですね、結構ここだけに入っちゃうんで。へえ、あ、こっから布なんやな。これこう風よけみたいなの出てくるんですか？あ、こんな感じで。うわ、すごいすごい。もう後ろ乗れ乗れないんですね。はあ、でもこれ上げると全然違うっていう噂がね。全然違う。某番組で、はい、出てましたけど、全然違うっていうやつですね。ねえ、ロペさんのところでこれちょっと有名らしいやってましたよね。本当に違ってびっくりしました。これでこの状態で上エンジンパカッとちょっとだけ開くんですよね。エンジン開くんですかね。おお、自動で。へー、
こんな感じなんや。何も見えない。何も見えない、何もいじれない。まあこれぐらい、これぐらいはなんか自分でメンテできるんですかね。そうですね。あ、すごい、ちゃんと 3.8 と書いてますね。はい、いえいえ。まあ素人は触るなという感じですね。そのままですね。この状態で走れるんやろうか。これはあかんやろ。なんですかね。ちょっとでっかい。なんかリアウィングみたいな。ちなみにこの車で、はい、お気に入りポイントって外観でありますか。あ、やっぱりこのシルバーの色なんですけど、はいはい、これがプラチナシルバーメタリックっていう色で、多分国内であんまり選ばれてない色なんで。あ、そうですか。被らないとか。僕青が結構好きなんで、はい、内装とかも青にずっとこだわってたんで。あ、そういやなんかね、赤色とか多いですよね、これ ね、赤とかベージュ、黒は多いんですけど、はい、青があんまりない。あ、本当ですね。なんか大人しめのこう青といってもね、なんか派手な青じゃなくて、ほんのり青い感じで。渋い感じが。前実はこれ鍵を持ってますと、はい、多分国内ではないんですけど、触るだけで。お、すごい。マジか。はい、え、ここちょっと。はい、どうぞ。え？この辺ですか。お、何これ。マジで？これは誰も。オーナーさんしかわからないんじゃないですか。そうですね。なんか、へー、PV とかではあるんですけど、日本ではこれないらしいんで、ツーリングとかで集まりとかでこれ見せるとみんな驚いてくれて。え、ここにセンサー的なもんなんですかね。そうですね。これ鍵持ってるだけドアも開きますんで。まあ中は結構ちょっと今入れさせてもらってるんですけど、まあ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 深いですよね。スーツケースとか。ね、スーツケースこう縦で入るんじゃないですかね。そうですね。二つぐらい。ボンネットもそんなに重たくないっていう。あ、軽い軽 い、ね、軽い。なんでこれダンパーですか、ね、ダンパーもありますし、これアルミなんで、うん、ね、いや、思ってる3倍ぐらい軽い。ちょっとライトつけてもらっていいですか。はい、デイライトも一応ついてるんです。これはデイライトなんですね。デイライトですね。ついてるんですけど、ちょっと今見えにくいですけど、うんうん、では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。あ、低い。まあ、これね、左ハンドルなんです。こうやって右ハンドルあったんですかね。右もあるんですけど、多分このカブリオレで右はあんま見たことないです ね、 ね、左運転できるかな俺。内装の方はね、こんな感じです。やっぱポルシェといえばね、このメーターですよね。やっぱね、目に飛び込んできますよね、真ん中にタコメーターがあると。で、ハンドルね。おお、ちょっと太めかな。この辺は細いですね。うん、グリップ感いいです。で、結構ね、このハンドルね、立ってるんですよね。普通のね、乗用車よりちょっと立ってるなという感じがします。で、シートはね、こんな感じですね。青いシートです。あ、すごい、横坊主のスピーカーなんですね。そうです、隠れますけど。隠れ坊主。やっぱ冬はオープンで走ること多いですか。そうですね、夏は直射日光があるんで逆に開けないんですよ。あ、意外と冬は暖房をガンガンに効かして、シートヒーターですね、はい、ここにありますけど。あ、これでね、シートヒーターをこうやってつけていただいたらもうバッチリバッチリですね。はい、押せるんですね。封筒してたら開きます。あ、こ、長押しで、長押しで、はい、おお、すごい。風が来なくなるんで、こんなペランペランのこんなんで、そうなんですよ、大丈夫なんですね。まあでも閉じてる方が車感はありますよね。しっかりしてる。あ、ほんまや、カチカチ、天井カチカチ。そうです、そうです。もっとボヨンボヨンかなと思ってたんですけど。、はい、あとこれスポーツモードがあるんですね。スポーツがあって、スポーツモード、スポーツプラス。あ、なんか音が変わりますよ、ね、ズムムムムって言ってる。やってますね。なんかメーターが特に変わるわけでもないかな。そうですね、ハンドルのとこが光るんですね、スポーツプラスにすると。こんなところに。そうです。これはウィングを上げるやつですけど、はい、あ、そんなんありましたっけ。ちょこっとしたもんが後ろにあるんで、
これで今上がってるんですか。はい、上がってます。あの内装でなんか気に入ってるポジションって。そうですね、このスポーツクロノですね。あ、スポーツクロノね、はい、これがついてるやつが結構ポルシェではリセールとかもいいんで、はい、これオプションですよね、確かね。これをつけるとスポーツプラスが増えるんで。あ、これをつけるとスポーツプラス、はい、はい、増えます。へえ、やっぱり全然変わってくるんで。じゃあただの時計じゃないと。そうです、あとサーキットとかでこう、うん、ここのレバーを使ってほう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 、時計を埋めたりスタートしたりっていう1分間で。あ、ここで操作できるんですか。そうです。へえ、どうやって、どうやって。クロノってどれだっけ。あ、ここがクロノってなる、はい、で発車と押すとタイムをこうやって測ってくれる。でレバーをこう押すとこうラップタイムとかが、ここにラップタイムが出るんね。はい、今こうやって押した瞬間のタイムが残るような。一般道では全く必要のない機能ですね。使うことないですね。まあただ男のロマンと、ロマン、ロマンしかないですね、スポーツプラスのため。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。おーおー、こんな感じか。そうです。ああ